はい、どうもこんにちは。今日はサイクリングしに来てるんですけど、まあ、今日は、GoPro とドローン使って、まあ、一眼は持ってきてないんですけど、まあ、この2つで映像を撮って、まあ、Vlog 風な感じの動画作っていきたいかなって思います。はい、それでは、まあ、どうぞ。いや、ちょっと海の見えるポイント来たんですけど、ここめちゃくちゃ綺麗で今多分干潮だと思うんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ海澄んでて、ちょっと近くに行ってみようかなって思います。あ、鳥、うわ、 GoPro の画角で追えるかな。この海、今3月の海なんですけど、めちゃめちゃ落ちたら寒いと思います。ちょっと海水の中入れてみたいと思います、 GoPro を。人手がめちゃくちゃ転がってます、ここに。いや、さっきから、まあ、漁港だからだと思うんですけど、めちゃくちゃカモメ多くて、まあ、一眼持ってきてたら結構はっきり撮れたと思うんですけど、GoPro だとやっぱり撮れないですね。いや、とある漁港のところまで来たんですけど、ここのロケーションめちゃくちゃすごくて、岩場を切り取ったような感じのところに漁港を建てたみたいな感じなんで、めちゃくちゃすごいです。今日サイクリングしてるんですけど、僕はロードバイクじゃなくてクロスバイクでやってるんですけど、
まあ、いずれはロードバイクとか乗ってみたいなって思うんですけど、まあなんだろう、自転車をガチでやるっていうよりかは僕はなんか撮影を楽しみたいなって思ってて、まあ、僕みたいなスタンスにはまあクロスバイクが合うのかなって思うんですけど、まあでもあといろんなことに挑戦したいなって思ってて、まあ、最近 Amazon でサップボードっていう、まあサーフィンみたいなボードで立ってなんか進むやつがあるんですけど、まあそれちょっとなんか今年から来年やってみたいなって思ってます。ここすごくないですか。めっちゃ洞窟の連続する場所なんですけど、まあ、早速ここ進んでいきたいと思います。なんか霧が立ち込めてきて、ちょっとなんかあんまいいロケーションじゃないんですけど、まあ、とりあえずここを GoPro で進んでいきたいと思います。あ、すごっ。なんか自転車ですけど、なんか元ブログ的な感じでまあ自分は好きですね。まあ、霧がもうすごくて、ちょっと撮影できるかどうかって感じ、いいもん撮れるかっていう感じなんですけど、まあ目的地までは行こうかなって思います。今回の動画がいいと思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、最後に海を見て、ご視聴ありがとうございました。